プロス650ですね。はい。これ、リアキャリパーね。はい。で、ピストンがですね、ちょっと磨いたんで綺麗に見えるんですけど、ここ、ちょうど、ここが錆びてる、ここが。ここのところが、もう、ちょっと、もう虫食いみたいになっちゃってるの。上の方だったらね、磨いて、結局ほら、シールにかからないところがいいんですけど、なんで、まあ、シールは変えるのも当然なんですけど、さすがにこれちょっとね、厳しいな。まあ、乗れないわけではないけど、やっぱりね、せっかくこう、ちゃんと、やるってこと考えると、まあ、ピストンも、ま、交換すると。で、シールね、シール交換。はい。あとこっちの、ちょっとこれも変えちゃいますね、これね。サビサビなんで、これか。こちらですね、KT なのね。はい。変えられる部品をちょっと変えて、いい状態にしてね。と思ってます。はい。ね、こんな感じで、ね。なんかね、接着、ボンドみたいに塗ってるんじゃないのかな。そんな気がするんですけどね。ちょっとこれシリコングリスを吹いてつけますね。はい。ピストンはいいでしょ？なんでないんだ？ピストン。気づかなかった。あれ。ありました。ね。これ新しいやつ。そして、これを、メタルラバーっていうね。これ。はい、これで。これはゴムは犯しません。はい。ゴムは犯さないんだけど、ブレーキ液には溶けるっていうね。そういう性質の、ものでございます。はい。ありましたね。はい、そして、ダストシールの方は、こう、細い。これ、ゴミが、中に入らないように、まあ、ついてるんですかね。はい。ダストシールっていうね、ふうに言われてますけど。ピストンシールとダストシールっていうね。はい、これ、多分、レーサーとかついてないはずなんですよ。レーシング用のキャリパーとかには、このダストシールっていうのね。はい。要は、これ、あると動きがその分重くなるんで。で、これ塗って、で、見えるところはちょっとシリコングリスをね、塗ってね、作りますんでね。新しいピストンがいいですね。後ろはやっぱ大きい。で、あとマスターシリンダーも、変えます。はい。でね、入りました。はい、で、奥まで入れますけどね。はい、ねえ。そう。メンテナンスしてないと、ね、乗らないでずっと放置とかしてるとね、錆びてくる場所ってありますよね。残念ね。はい、さて、ピストンピン。で、ピストンピンは、ちょっと鈴木の、うちに鈴木のがあるんで、鈴木のやつを使います。これね。これ、クリップ実は止めとこうなんだけど、まあ、これ本当はなくていいんだけど、ね、長さ一緒で。はい、ここの部分はこうやって中に入っちゃうんで、うん、こういう感じになります。で、ホース繋いでね。そして、このタイプは、まずここにブーツがね、1個つきますよね。さらに、すいません。あとこれ変えます、これ。これ。これ多分グリスで汚れただけなんですけど、まあでも、まあ、ちょっとね、交換しちゃいますね。で、これはもう交換した方がいい。もう古いんでね。これ動くようになってますね。はい、で、もう片方も、こういうのがついてるんですけど、まあ、これもね、ちょっと変える。はい。古いので、ね、古いので、はい、変えていいかなと思います。はい。で、まあ、新品の、まあ、先ほどのね、ブーツ。こちらですよね。これね、これ新品。で、これ、古いやつ。ね。はい。だいぶ広がってる。穴がね、大きさがね、こう広がってるんですよ。やっぱり古い。使ってるやつはね。はい、そして、この、ピストン。これも実は鈴木ですね。はい。鈴木のがうちにあるんで、鈴木の使っちゃいますね。はい、まあ、要は一緒なんで、これね。そう一緒なんですよ、うん。作ってるメーカーが要は一緒ってことですね。はい、それで、あとはピストンシールが、あとフロント用のね、ピストンシールとか、あとは、キャリパーの合わせ面の、シールですね。とか、うん、まあ、そういったものが、を用意しております。はい。あと、ピストンピンね。前ね、もうサビサビなんで。これが前のピストンピンね。はい。
まあ、その他ですね、なんかいろいろと、まあ、小物がね、結構あるんですけど、うん。あと、マスターシリンダーですね、ここね、これね、はい。もうありますね。はい。よし、そしたらば、あと、ブレーキパッドなんですけど、前はなんかもう、残りが中途半端にないので、まだ使えるとは思うんですが、ちょっと、ね、一回綺麗にしちゃうんで、新品をね、用意しております。後ろはですね、見るところね、悪くないんですよ、後ろ。うん。はい。そう。バリバリ残ってるんで、でこれ多分、変えてますね。変えてるっていうのは、なんていうの、純正じゃない、純正じゃないっていうことです。はい。これどこのですかね。なんとか RK かなんかじゃないですか。RK の高いやつじゃない。違うかな。そんな雰囲気ですね。はい、この表面の、ザラザラの処理がね。これそのままいけるんじゃないかと思うんですけどね。洗浄してね。で、面取りして。はい、そんなところですかね。あと、交換するものありますよ。こっちはないのね。ここに、さっきのあれをつけて、シリコングリスね。はい、で、マスターシリンダーは、はい、あります。で、これ、うちにあった中古なんですけど、14ミリ。ついてるのに、どうなんですかね。で、ついてるやつね、もう窓がね、曇っちゃってるんで、まあもちろんその窓をね、新品にすれば済むことなんですけど、こっち、新しいんでね、綺麗なんでね。で、こっち、中身入れて、で、レバーがちょっとこれは、6段階切り替え。で、今、標準でついてるのは、昔ながらのね、ここにくるくるっていうのがついてる。80年代から90年代に、ホンダが使ってたんですかね。はい。まあ、レバーどっちでも使えるんで、まあ、ね、お好みでっていうのはありますけど。別体タンクのやつもいいんですけどね。で、あとハンドルはノーマルに戻すので、はい。あと、ステップもね、これノーマルに戻して、っていうね。はい。やります。はい。あと、マフラーが、これ今ノーマルのね、あれ、うちに在庫してたやつ、こう磨いてやつをつけてあるんですけど、マフラーが、あれですかね、車外の方がいいですかね、ウェリントンとかね。確かね、WM のあったような気がするんですよね。前に買ってあったような気がするんですよね。だから、もし車外が良ければそれをつけるっていうね。まあ、ノーマル、まあ、ノーマルは大人しい。でも WM のそんなうるさくないと思うんですけど、車検とか全然問題ないようなレベルだと思うんですけど。よし。そしたらちょっとこれやって戻しますね。はい。続いて、マスターシリンダー。はい。外しました。はい。で、このね、中ね、汚いですね。はい。で、たまにね、本当定期的に開けなきゃいけないとこなんですけど。で、これ後ろこういう感じになってますね。で、このネジで止まってるんですが、これで、リザーブタンクっていうんですかね。ブレーキのタンクに行ってますので、はい。で、ここを開けないとダメなんですよ、実は。はい。あんまり、例えば2年に1回開けてるとかね、そういうシリンダー入れ替えてるとか、そういうんだったら問題ないと思うんですけど、で、これちょっと、もう外しちゃってね、とりあえず回るんで、抜きますけど、ね、抜きました。はい。で、こう見ると、わかります？ね、堆積してますよね。で、さらに、こっち、なんかこの、ゼリー状のね、なんかこう、溜まってる。ね。だから、これでフルードだけ交換しても、まあ、こういう状態なんで、で、古いバイクやっぱり、こういうのがね、いっぱいあるんだろうなっていう。定期的にこう、だから、ブルーキーフルードを、もうこまめに変えてるということであれば、多分こうはならないのかもしれないですね。はい、なんで、ちょっとね、この辺を、きれいにして、で、戻しますね。で、あと、このオーリングね、これね。はい。まあ、これは交換。で、これを止めてるボルトも、こうね、錆びちゃってるんで、だこれも交換ですね。はい。まあ、こんなようなことをね、うん、まあ、やると。まあ、本来はもう全部一式ね、新品にできたら、あれですけど、さすがにちょっとね、部品出んのかな。そこですよね。そう。もう古くなってくると、そういう部品、あ、まあ、汎用で、こう、日清ってどうなんですかね。ブレンボだと、売ってるんですけど、これだけね。で、ここの部分が曲がってるのとか、まあ、ストレートで出るとか、あと、まあ、こう、要はタンクのね、あれがどうだとかね、はい。何種類かありますよね。で、値段もそんなにね、高くないんですけど、ことこの日本のやつは高いんですよね。なんすかブレンボってなんでそんなになんかね、うん、日本のに比べると高くないっていう印象なんですよ。ね。
だからまあ、硬化しちゃうっていうね。はい、これすごいね。なんだろうな、このゼリー状の、ね、固まってくるんですけど、そう、こうやって、ね、こう固まってくるんですよ。そう、ブレーキフルートってね。多分、水分含んで、吸湿性が高いんで、水分含んで、それでまあ、こんな風になっていくみたいですけどね。ここで洗浄してね。はい。ブレーキホースはまあ、エアを入れてね。はい。で、このホース自体は、このメッシュホースに変わってる、もう変えてあるんで、ね、いいとこ多分変えたんじゃないですか。うん。だからまあ、これはね、そのまま、いこうかなと、思います。はい。前もね、メッシュホースになってるんですよ。まあ、そのあたりですね。もちろんこれも古くなっていれば、まあ、変えなきゃいけないっていうね、部分でしょうけど。あと、マスタードタンクはちょっともう少し広がってきてるんで、まあ、これもちょっと入れ替えをね、はい、したいなと。で、ここのホースがないんですよね。出ないの、もう部品がね。うん。そう、部品出ないのね、結構あるんですよ。だから、何かで代用するって言っても、こう、いい感じで曲がって入ってるんで、まあ、最終的にはね、なんかもう、変えるしかないんですが、はい。最終的にはね、まあ、それはそうですね。まあ、いいところでね、と思いますが、で、ちょっとこの、タンクをね、入れ替えたいんです。タンクを入れて替えたいから、やってるんですけど、これがね、なかなかね、大変ですよね。はい。なる。これで、はい。これね。これ新品。キャップはそのまま使います。あと、ここのステーとかね。はい。先に、これ止めとかないと入れられないんじゃない？変な作り。タンクは出る。なんだろうな。なんか多分他の車両と、もしかしたら、共用になってるかもしれないです。このホースとかね、例えばラジエーターのホースとか、そういうのが、だいたいこういう古い車両になってくると、必要な時にもう部品が出ないみたいなね。だいたいラジエーターのホースなんてそうそう交換しないじゃないですか。最初の頃ね。まあ、10年ぐらい経ったら、そうそう交換しようかな。まあ、10年目ぐらい出ると思うんですけど、これが20年になってくると、部品がないみたいなね。で、買いたくても、もう部品ないから買えようがない。で、単純な作りのホースだったら、まあ、売ってるからいろんなのがね、それで、代用っていうか聞くと思うんですけど、で、それが、やっぱり、特殊な、こう曲がってるとか、曲がってるだけじゃなくて、太さが違う。内径が。こっちは6ミリで、こっちは8ミリみたいなね。変な。まあ、もう少し太いと思うんですけど、ラジエーターだから。そういうホースが結構あったりするんですよ。そうすると、そんな部品ないじゃないですか。まあ、専用で作んなきゃいけない。まあ、これもメジャーな車種だったら、社会のラジエーターホースキットみたいなのがあったりとかするから、まあ、まだいいですけど、マイナーな車種だったらそれもないと。そうなってくると困っちゃうんですよね。で、ラジエーターホースとかは圧力かかってるところだから、ですよね。最初のうちはいいんです。最初のうちは。新しいうちは全然問題ないんです。で、問題ないから部品も別になくていいわけですよ。変な話。逆なんですよね。でも、必要な時くらいになってくるともう部品出さなく、出なくなっちゃうんですよ。だからこれがね、ちょっとね、困っちゃうっていうかね。よし、そしたら、これ綺麗にして。あ、いや、とりあえず、新品はどんな塩梅かな。綺麗。新品綺麗。さすがに。これ、黄ばんでんのがね、ついてたやつ。はい。まあ、こういうのもね、まだほら、こういう車両はね、新しくして、これが、川崎の旧車とかだと、もうこれ変えちゃったら、あー、ダメ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 っていう、なるんじゃないですか。ね。うん。そんな感じだと思いますよ。違うのかな、うん、あー、変えちゃったんだね、つって。なんだろう。ね。オリジナルじゃないや、みたいなね。そういうのあるらしいですけど。ないんですか。いや、そんなことねえよって。そんなことねえよってね。そういうの新しくしなきゃダメだよ。ブレーキホースとかね、だから古いままだとちょっと不安になってくるでしょ、ね、うん、このリザーブタンクに行くところのホースはまだいいんですよ。だって別に圧力かかんないからね、うん、
でも、そうじゃない。ブレーキの普通のホースの部分は圧力かかるから、そこで抜けちゃったら大変なことになっちゃうんで。で、ここと固定するのね。はい。ベントチューブみたいなのがあるんだろうな。なんだろうな。アルミエンジン用ホンダ純正ウルトララジエーター液を使用してくださいと。2年間有効。防性不透液ですって、そういうステッカーが貼ってありますね。これ重要なんだよね。こういうステッカー、やっぱりね、当時のね、蓋しとかないと汚れちゃう。ちょっとダイヤフラム新しいやつをね、これですね。でこれこの2つ。はい、あと洗ってね、やべ腐食しちゃうよ。やべ洗う。はい。という感じでちょっと後ろ回りを今ねやってますんで、そしたらホイールも戻して、でブレーキ液、あまあこのままやった方がいいか。ブレーキね充填してで、エア抜きして、それで終わったら、ホイールを戻して、はい。で、大体後ろ回りは、あまあ、ステップ戻しますけど、で、終わりで、であと前回りやってね。前回りとフロントフォークとか、はい、やらなきゃいけないですから、はい。あとエンジンどうなんですかね。キャブレター、持てるとき全然問題なかったんですけどね。はい。かかって普通にね。はい、どう何倍かちょっと見ないですけど。はい。ちょっと